昨日、新たに感染が確認されたのは、日本町市で3人、郡山市で2人、本宮市と花輪町でそれぞれ1人の合わせて7人です。県によりますと、昨日までに6人が退院し、入院は116人で、病床の使用率は24.7%と、ステージ3の水準に迫り上昇しています。一方で、1日あたりの感染者数は、先月24日以来5日ぶりに 10人を下回りました県は今月末までを重点対策期間と位置づけ引き続き感染対策を徹底するよう呼びかけています。